この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回のレースは、シャンパンファイトで、チャレンジカップです。さあ、ここから、本当の全国連勝ランキングの壁、まずは6連勝の壁を、超えられるかな？では行ってみましょう。あ、慌てて、撮ったので、カメラがずれていることをお許しください。さあ、取りました。14頭。まずまずのスタートを切りました。さあ、何が行くのか。フレールジャックが。行く構え。そのうちからは、2番、ミッキードリーム。そして、3番手に、サンレイレーザーでやります。12番、シャンパンファイト。外から一気に、昇竜ムーンが上がっていきました。それからもう1頭、6番、ビルダバル。7番、カポーティスター。ほとんど馬体が合っています。内を通って、ライブコンサート。それからもう1頭、3番、ネオバンドーム。11番、アドマイアラクティ。それから、ヒストリカル。その後ろでやりましょうか。14番、ドライアンスマーチ。さあ、場内が騒然としています。場内が騒然としています。先頭行くのは9番、フレールジャック。先頭、フレールジャック、フレールジャックが3馬身リード。シャンパンファイト。そしてその後ろから、ビルダバル、フレールジャック。先頭、外から懸命に、ビルダバル、1着、フレールジャック。せっかくの5連勝が、ここで途切れてしまった。ごめんなさい。もうそろそろ引退かな。苦い。まあ、引退レースは、おいおい考えるよ。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。